キーと楽しいをシェアするデートなオカルト部です。<laughs> 言えましたか。<laughs> よろしくお願いします。アナンドです、えー。先ほど文化部も参加いただきましたが、ちょっと残りのオカルト、どっちかというとオカルトだなっていう話が残ってるから、えっ、ー、と。 スタッフさんが、質問いただきたいなと思いまして。数分、お付き合い、よろしくお願いします。アナンだジェイコブスです。質問があるんですけども。はい。優待離脱をしたことがあると聞いたんですけども。うん、はい。ちょっと詳しく,教えてくださ。はい。そうですね。あの、あります。<laughs> 優待離脱は。あの、そこまでまだ、コントロールはできてないんですよ。ですが、あの。 寝ている。寝ていると起きているの間の空間。を使って。えー、割とすぐできるよ。あの、多くの方はできるらしいですよ。あの、私はすごい特別とか、そうじゃない。ですよ。あの。どっちかというと、あの、ラジオだったら。チャンネルとチャンネルの間に。なんかファーズ。があるじゃないですか。あの、スターティックでしょう。ふう。なんかこう。チャンネル。位置は。この肉体。 チャンネル2は別の次元でその間のはこうフてそこにチューニングあのできたら飛び出せるポイントとして使えるで一番何、まあ、て言うかな私全然教えてるわけないけどあの本いっぱいありますよあのテクニック「LucidDreaming」あるじゃないですか、えー、なんだっけ「名跡夢」。 人は似似てる似てるるちゃそういう本はまあ日本語の本は読んだことないけどあのまあ一番多くのテクニックはそのあの寝ている自分が寝ているで私もともと浅い寝るのが浅いタイプで多分それですぐできたのかなと思うけどこう寝てるとかまあ朝3時ちょっと起きてるかもでも体が100%リラックスの状態でもう。 トランスに入りやすい状態ですよ。で、そこを飛ばしちゃうと普通に起きてしまう目覚めるけどあもうそろそろ起きますよってそこで一瞬ポーズしたらもう起きずに目覚めずに何て言うかな自分のエネルギーボディを感じて私はこの,この体ではなくでも動かせる。 で動かしてみたらもう例えばあの手だけイメージはこうするでもこれは一切動,動かないあの手を置いたまんまあと頭とかこうこうしてみるこうしてみるでもイメージですよ、まあ、ある意味あ,ある意味テクニックだけですけどあの飛び出すように準備でその手前はありますよあのこうビリビリ感 まあ練習として瞑想とかはいいかもしれませんがあのとにかく自分の体をしっかりと感じるもうあの自分の指先自分の頭自分の耳自分の背中何か確認するもう観察してみる練習もうそういうベースですると多分やりやすいんじゃないかなと思いますけどあの一気に感じると、えー まあそれはこの体だけじゃなくてもうインナーなんていうかなエナジーボディといいますけどそれを感じるしっかりと感じてでフィードバックループみたいに強く強く強くこれはあるこれは私でしゅとフォーカスしたらもうこの体は実はいらないもう自分のまま自分の自分がもうどこ行ってもいいと 経験ありました。<laughs> というかできます。はい、あちなみにあのやらない時期はすごくありますよ。なんか一回なぜかわかんないけどこれもあんまり皆さん遊びとしてあんまりやらない方がいいよ。なんかこうあのわからないエネルギーとかぶつかったりするとなんか怖いかもしれないし、あのまあほとんど大丈夫だと思うけどなんか話だけ聞くとまあちょっとうん。 まあ何信じてるによると思うけどあのね悪魔とかなんか引っ張られたりとかいるかどうかわからないけどあのまあ私思うのはやっぱりあの自分の状態に何ていうかなそれが来るその通りに引っ張れる自分は平気自分はあの平和の状態だったらまあきっと平和になると思う。 あのなんていうかな変なところに行かないと思うからきっと大丈夫だと思う。でまあ最近久しぶりになんかこういうビリ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 感じてまあ朝三時か四時あたりに寝てる間にで半分起きている状態。あちなみに面白いのはあのすっごくうるさいあの電車が走ってるみたいなうるさい音聞こえたりするあの飛び出す前にガラ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 みたいな。 でそれは怖くないと思ってあこれは幽体離脱のチャンスだそれ一つのチャンスだからそれを分かっててあっほ笑みながらあなるほど飛ぼうかと思ったらもうヒュンってもう起き上がってこの体を置いといて起き上がってよし行くぞ。で毒行こうとは決まってないけどとりあえずベランダ行って飛ぼうかなと思ってて。 普通にシュンって飛んでたらあまあちなみに幽体離脱する時にゴールとかあった方がいいなんかちょっと集中のために何もしないとただの夢になっちゃう流れてしまうかもしれない起きちゃうかもしれないちょっと集中のために私はこうしますとかなんか決めちゃった方がいいからその場を決めたのはこの世界の美しさを見たいです。 <laughs> なんかわかんないけどふっと思ったこのこの地球の素晴らしさみたいなと決まってもうベランダからピューンって飛んだらもう雲から飛んでもう雲の霧も感じた霧の涼しさを感じたりでも星見えただけで素晴らしいなと思ったなんかそうそうなんか痛い <laughs>。 いたずらしたいとかなんかもしかしたら思う私も思ったことあるいたずらというかなんかちょっと友達の家まで行けるのかなとか挨拶とかそういうライト遊びできるかもしれないけど私それやったことなくてでなぜかというのはあのゴールは結構変わ,あの変わっちゃう実際やる瞬間にあのまあこれ私だけの話かもしれませんけどこう。 えー、高い次元の自分に案内してくれるからそのどうでもいいこの地球のあの、うん、なんか人と何て言うかな絡まれたり話それは逆に置いときましょうよだからそういう遊びとかいたずらとかはし,しなくていいもっとこう高いゴールにシフトする。だから私自然に このの地球の美しさを見たいですでなんかこう大きなもう愛,愛が溢れてる状態で飛んでいったあんまりそういう細かいうん、ね、どうでもいいゴールは多分私の場合はしなくていいからそれに向かないあの思いつかないでまあどこに行ったっていうのはねただ上に行って空まで行って一瞬。 観察して、はあ、やっぱりまだ大丈夫 <laughs> と思って帰ってきたこで美しい世界が見れてるんですかあまあ本んにこの間もう一瞬だけだったけど本当に星もう夜空見てあと雲を感じて、うん、それぐらいでしたねでもいろんなところはええー、行ったことがあって。 何のところか分からないですけど「幽体離脱」ってなんかもしかしたら思うのはえただの夢じゃないだけどちなみに夢とはま全く違うやってみたら分かるけどもうこの固まってる感じはむしろ向こうの世界の方が固まってる本当にこうこのテーブル硬いこの水があふれる。 あの暑いとか冷たいとかもうすごいよあの次元によりますけどそのリアルさがもうかなりしっかりと固まってるそれはびっくりするびっくりしたあ夢じゃないねこれこれは一つの次元ですともうはあってなるほどと思いました本当に大きななるほどと思うと思うよ みんななんかこうふわーっとしてる面白い夢見たぞっていうまた話違違うううがってるだろうけど違う触った感じとか温度とか匂いとかそういうのを感じるそう全部感じるあのむしろこの今のいてる世界より感じるなんかもう敏感、まあ、私の場合はね自分の経験でしか言えないけどあのそうさっき言ったあの雲を飛んだ時のその き霧あの雲の中にいるなあって一瞬なんかあ大丈夫かなってビビったけどこういう涼しさ気持ちよさあの濡れてるそういうなんかどっちかというと今そういうねクールサウナ入った状態だったらまあそれと同じぐらいかもっと綺麗に感じるだと思うでも次元にもよりますなんかふわーっとしてるわけわかんないところもあるしあの。 理解してないよ実はねだから私プロとして「こうこうこう」と全部言えてるよではないけど、まあ、個人的にこういろんなこ,うこれとパラレルワールドもあるしでもっと高い次元もあるし多分もう永遠かもしれない永遠のレイヤーがある、まあ、とにかくレイヤーが重ねてるもうフォトショップみたいにあの宇宙に飛んでどっか行くっていうよりすでにこの空間の 他他のフリークエンシーそこにチューニングすればそこにいる。でそうそれ面白いけどさ私お,お化け見るとかそういうタイプは特にないけどでも見ようとしたら多分そのさっき言ってたエネルギーエナジーボディ自分のビリビリこの魂だけ感じてチューニングすればそれお化け当然見えてるんじゃないとちょっと思うまだちょっとやってみたことないけど。 あのね、次元は重ねてるというベースの考えでいろいろありえるんじゃないで多分ね「オカルト」オカルトってい、ね、ろんなそういう UFO とかお化けとかあるけど別のカテゴリーって話あるだろうけどもうそういう次元のフリークエンシーこっちこっちの仕事でチューニングすればいろいろ見えてくるんじゃない あの私はすごいよ私はお化け見えますよ自分の力でではなくおそらくなんかこうでにそういう次元があるでそこに自分の心とかあのマインドがそうさっき言ってたラジオのフリクエンシーの間にあのフォーカスできるかどうかだけの話じゃないかなと思っててそういう敏感さっていうか。 どういういうんですか、うん、思うんですかなんかあの観察するか感じる自分の、うん、チャクラっていうかな走ってるエネルギーをまず感じてみるであれから多分目的によりますなんか例えばこう まあ、インドとかヨガの考えはそのチャクラエネルギーセンターがありますけど例えばこっちの方はフォーカスするとあのまあ宇宙も全部癒されるもう結構大きな、まあ、人によって神様とか言うけどそういう愛を感じるもうそういう全部、えー、平和なんていうか私服,私服とかそっち系。 という目的だったらなんかそういう世界みたいなとかそういう理解したいなと思ったらそっちにフォーカスするといいかも魂と魂のコネクションもしかしたらこれもう言いながらでも感じるけどここここが結構ブヨンってなんかビリビリするけど私はねそっちフォーカスするとまあ例えばこうああいろんな話混ぜちゃうけどね人と人の出会いは あのきっとこうチャクラもうエ,ネエ,ネエネルギーセンターつながる方もいると思うそれぞれの人生のパーソン A とパーソン B のつながりはなぜかなんか「ここがメイン」とか「ここがメイン」とか「ここがメイン」とか感じたりする私は感じる。でじゃあ例えばこうその人とつな,がつながりたいとか。あの チューニングするときには「どこ,どこだな」とまず感じるでもし感じれるならじゃその人はけ結構「ここが感じる」じゃあもっとあの大げさになんていうかそういう気持ちが生まれてきたらそういう気持ちを、えー、集中してあげて。 もっっと自然に大きくなっていいよどうぞどうぞ自分の体っていうか自分のこういう空間を集中してでどこに飛ぶかその人とあの何て言うかなそういうフリークエンシーにいてる方々とかそういう運命がこっちに今度来るでもし何かここだったらまた多分違う世界に見えてくる。 多分本当に自分私一人の魂ですけど自分の中にもこういうたぶん永遠の可能性あるけどみんなそれぞれ自分の人生自分の運命とかある上にどこに行ける可能性あるたぶん私とまた違うからまず自分たちの自分のこの腕心頭えっと 何でもいいから、まず瞑想の練習とかで観察観察ってやってるからあの感じてみてください。でそれはだんだん慣れてくるとあのこの体じゃなくてもあのエネルギーだけを感じたりする。で結構「ああなるほど」とか「ああなるほど」とか全体的にあなんか電気が走ってるような感じでちょっとだけ感じたら一瞬でも感じたらちょっと覚えて 覚えておいてまずこの感じはこんな感じですこの気持ちはなんかビリビリ感とかあった、まあ、でもしかしたら次は3秒間になる次は5秒間になるちょっとなんかそういうそういうふうにチューニングというかあの、えー、気づく練習が必要エネルギーが走ってるのことを気づいて。 でそれまあ優待離脱はゴールとかじゃなくてもそれはきっと瞑想はいいことなんですからやった方がいいと言いながら私やる不足ですだから多分ね今説明しようとし,とし,としているのに言葉が出ないとかまだ私はね自分の人生は旅,旅,旅として結構ぐるぐるなっちゃってるからそれも気づいてるだからもう今日は こういう話すべきかどうかわかんないけど。もうちょっと未来は、もうちょっとうまく説明できると思うけど。<laughs> 今日はオープニングとして。もう一個質問したいんですけど。霊感 <laughs> はあるんですか。霊感、あれお化け見ることですか。あまりしっかりは、み、あの。見るタイプではない。でもお化けは。前に住んでた家はいた。まあ、それはただ。 ちょっと面白い話だけどなんかトイ,レトイレのドアは勝手にロックされたとかあの夜中にもう誰もいないのにトイレの中に電気ついててロックされたとか「あれ?」ってあとで,で勝手に開けてたとかタバコの匂いとか誰も吸ってないのにふわーっとなんかその部屋に匂いしたし、まあ、あと日陰な影とか。 はあったでまああとで分かったのは「あそみはなんかおじいさんが死んじゃった」それ後ほど分かってて「でしょ?」と思ってて、まあ、でもうんそ形は見たことない私の母は見たことあります私のお母さんはなんか20代30代なんか窓の外にうろうろ,うろ,うろうしてるお化けがいたってお母さんは <laughs> ちょっとはっきり言うタイプなんだから おいなんかもうちょっともうふざけんなみたいな感じで「お前さあの病院あっちなんだからさあ言いといてもう次の人生ね」でその後消えたらしい <laughs> なんかフランクな感じうちの母ははい <laughs> いやー UFO ね見たいけどあんまりないですねある日なんか 光が変に飛んだポイントは見た記憶があるぐらいでも場所はどちええー、どこだったあアメリカまあ多分アメリカワシントン州だった気がする10代の頃でもあんまり深く考えなかったなんかあれって感じ、うん、子供の頃火星に引かれた理由って何かある あそれも結構ね有名あのなんだっけルーあ名跡名跡有名石みたいな夢があってなんかあの火星,火星に行ってたからあのグリーンハウスで植物育ってたりしてたからあなんかすごい今考えるとそう,いうなんかそういう次元行ってたんじゃないかなとちょっと改めて思いますけど。 そう 10, 10歳とか11歳の時はあすごい明晰的にいてるような感じだったから行くべきだなと思ってただからあっいやまあゆ夢の中に行ってたでまあそういう,もう全部私こういうふわーっとする話ばかりじゃなくてもうリアルにもう科学とか好きだったしなんか宇宙飛行士でもなりたいなとその夢を見て人間は火星 行けばいいじゃんと思ってたでもまあ二十歳ぐらいになったらちょっと一瞬それ置いといた別にいいや多分火星火星行くよりいや心,心理学シフトした理由はもしかしたらその中の方の世界の方が先に見た方がいいそっちも宇宙宇宙レベルですからでそうエネルギーのつながりを 理解した方がいいなと今は思います。まあ三十代になったら思ってきた。火星に行こうとしているイーロンマスクさんをどう思いま <laughs> 思って、あそうか。最近全然ニュース見てないけどい行こうとしてるんですか <laughs>、ね？今でも私行きたくないかも。だって数ヶ月かかるし、しんどいでしょう。結構なんかあの小さい場所。最近ちょっと苦手。 あと空気吸えないはちょっとなんかもうパニック症まで言わないけどちょっともう夜窓開けられない今夜ね工事中で窓開けられないって言われてもう,もう不安でしょうがないもう,もう新しい空気欲しいから今の私は無理かな稼いに行くのは二十歳の時もっと勇気あったけど今ちょっと年取って弱ってるかもしれない敏感になってるからちょっと。 ここにいるけど心で飛ぶかもしれない今度行ってみますよ火火星星はあでも2回ぐらい,あのなんていうプラネットど,どっちか分からないけど木星っぽかったね結構大きくてでなんか上にふわーって飛んでてすごいあの。 ななんんていうグラビティーだったっけ重力を <laughs> <laughs> 感じてちょっと怖かった。ああんか間違えたら引っ張られそうだったからでも多分そのただの怖さ実際多分こうなんかやらなかったけどなんかみ見ててあ結構家から遠いんだと思っててもうすぐとか戻った。 <laughs> 地球から僕結構離れてますけどああそうですねなんかこうかんまたルール違う全然あの行くんじゃない距離感で行くんじゃなくてそれも場所がチューニングでもうチャンネルチャンネルチェンジみたいな感じであのこの場所に気づいたら来てる移動してきたっていうよりまあそれは私はそう自分のマインドも持っていくから。 もうまだまだバカの人間だからそういう家から遠いなと感じたのはこう,こういうこういうかわいらしいあなただけでしたからでもねそういうルールじゃないからきっとねそう遠いか近いか本当はあの関係ないよく考えたらねそんな本当にね何年間かかるわけだからねロケットでいたらねでも魂でいたら一瞬 はいわかりましたありがとうございました <laughs>、はい、以上になりますはいもうちょっとなんかこうねあのー、理解してみたいなとまだちょっと勉強中ですまたちょっとリポートさせていただきたいなと思います <laughs> こういう素人っぽくて言っていいのかなみたいな感じはい。